お疲れ様です。速家塾の久保です。今回はですね、店舗型の商売の行方。こちらについてね、お話ししていこうと思います。特に、自宅を事業所にできる。ま、あそんな仕事ですよね。例えば、自宅をリラクゼーションカフェとかね、マッサージ店にできるみたいな切り口。今日はそれで行きましょうか。というよりも、資料がもう用意されてますのでね、それを話す予定で、この動画をお送りしております。 ま、自宅でね、マッサージとか施術をするような形にされている方、結構いると思います。自宅の一室を施術をする専門の部屋にして、そこでお客さんを迎えしてあ、施術を施してね、で、費用をいただくみたいな形です。これは、やっぱり出張にも応用が効きますし、それからですね、やっぱりこう、人に知られずに施術を受けるっていう形で考えると、まあ、そういった層には受けるのかなと思います。 例えば、ドーンと店舗を構えているところに行くのは、どうも人に見られるようで抵抗があるみたいな人もこれいるんですよね。そうなると、例えば普通のマンションとか普通の一戸建ての方にお邪魔して、まるで、はから見たら友達の家に行くような感じでね、行くんだけども、すっきりして帰ってくるみたいなね。こういうふうな、いわゆる隠れ家的な場所っていうので、一つね、ポイントを作ってる商売もあると思います。はい。で、 今回、いつものように、そのマッサージ店、自宅をマッサージ店にしている料が多いんですけども、廃業率というのはどのくらいなのかなっていうふうに、唐揚げ屋さんとかラーメン屋さんとかね、居酒屋さんみたいに比較して検討してみようかと思います。まずはここに書いてますけども、リラクゼーションサロンっていうふうにね、いろんな言い方があるんで、これに統一して言わせていただきます。廃業率は、1年以内で閉店するサロンは60%。だから、1年以内に 置き銭をしてね、去っていく方っていうのが結構いるんですよね。置き銭って言い方、ちょっと気に入ってるんですかって、えー、言いますけども。で、3年間頑張ったんだけども、でも、3年間経ったら廃業してるよっていうところがね、まあ9割なんですよ。だからほとんどの方は3年以内に辞めちゃう。まあこれはラーメン屋でも、唐揚げ屋さんでも同じ現象が起きてるんですけどもね。で、10年以上続けてるところって、全体の5%に満たないんですよ。だから、10年以上されてるところって、 ものすごくね、まあ、才能があるというかね、センスがいいというか、熱心な集客をしてると思うんですよ。そういう意味では、腹がくくれてると思います。ちなみに FX も10年やってると、みんなプロになってます。<laughs> そりゃ10年やってね、FX 勝てないってことはないですよ、これは。もし勝てないとしたら、向いてないです、これは。うん、はい。10年以内で95%が撤退する、こういったサロンですね、リラクゼーションサロン。 やっぱ10年以上続けてるってことは、あとは時代の波に飲まれなければなんとかなると思います。ところがその時代の波が来てるんですよね、少子高齢化でお客さんは減る一方なんですよ、はい、現在、リラクゼーションサロンの市場は飽和状態っていうふうに書いてますけども、あらゆる店舗型の商売は飽和状態です、何度も言いますけども、ラーメン屋も、唐揚げ屋さんも、少子高齢化、人口減少、過疎化のおかげで、全部、一時期は足りないぐらいあった店舗も、 増えてないのにもう多いっていう状態なんですよ。開業してもすぐに閉店してしまうっていうのが現在の状況です。さあ次です。マッサージ店は儲かるんでしょうかこれちゃんとしたデータがあります。東洋療法学校協会のアンケート調査によれば、マッサージ店を開業している人の年収、なんと平均値は215万なんですよ。ですんで、ものすごく平均値だけ見ると状況は悪いです。 で600万以上の年収を叩き出してる人は全体の6.1%まあこういった人が10年とか20年続けられてるんでしょうねもちろんこれだけの生き残りを実績として残されてる方っていろんな事業説明会ねと異業種交流会行ったりランチ会行ったりとかインターネットでバンバン顔を出して名前を売ってる人これが前提になると思いますちょっとだけ自宅でサロンを開業する方へ朗報です 助成金があります。どのぐらい出るんでしょうか知らない方もいると思いますんでお知らせしておきます。すべての事業には助成金というお国からもらえるお金の制度があるんですよ。地域の雇用拡大を目的とした助成金で政府が指定する特定の地域で自宅サロンを開業した場合に対象とされるものですが3回まで受けることができる。1年ごとに1回です。利用可能で3年間連続で受けてもいいです。助成金は最小で50万、最大で 800万です人を雇う際は雇用の助成金を必ず受けられてくださいやっぱり給料の一部が国からの補填ってことになると助かりますからねただし各支給額は事業所の設置や設備に要した費用及び雇い入れた地域の求職者数によって変わるというところがありますので詳しくは地元の商工会議所かもしくはインターネット検索こちらの方を活用してください最後になりますけども 事業成功のためにどんなことをすればいいのかこれはね私の視点でお話ししますまずは集客力アップのためのマーケティングをしてくださいねお客さんがいないお客さんがいないって言ってのにポスティングだけを一生懸命やってももうね難しい時代です確かにポスティングはできる範囲っていうのはお客さんからしても来れる範囲だっていうことですそういう意味で言うと全く無駄ではないんですけども結構体力の割にリターンが少ないんですよだとしたらインターネットのメディアを使うことが大事です SNS ですね。YouTube も言うに及ばず、Instagram や Facebook などの SNS を活用して、サロンの魅力を発信してください。新たな顧客は必ず来ます。というのが、サロンを受ける側、お客さんの側としたらね、自分がいざ行こうと思ったときに、店舗の中身とか、そこで働く人の顔が見えないっていうのは、やっぱ怖いんで、やっぱ店舗だけを見て行くっていうのは、なかなかないんですよ。だからからら自宅でも 店舗が比較できるような Google マップへの投稿とか YouTube へのアップロードとか Facebook とか Instagram、Twitter での発信ってのがポスティング以上の効果を出します。口コミも活用してください。せっかく来てくださったお客さんがね、同じ悩みを抱えた人と出会うことがあるわけですから、じゃあそこから口から口へつながるような仕掛けを作っておいてください。 そのためにはまずお客様に満足してもらって、自分がいい思いをしたところだから知らせたいなって思わせるようなね、そんな思い出作りが大事です。Google マップの口コミをたくさん書いてもらうことも必要です。私は Google マップの日本で30人ぐらいしかいない、えー、トップリーダーです。ですんで私のところにね、ここの生態院なり、ここのーラーメン屋さんの評価を書いてくれってお願いすれば書きますよ。ね、別にやらせじゃなくて。 自分が体験したんだったら書きます。もしくは応援したいお店だったら、ここ私は行ったことないんだけども、ぜひ皆さんごひいにぐらいは書きますからね。嘘にならない程度に応援はさせていただきます。次、地域との連携です。地域のイベントっていうとね、結構ね、たくさんあるんですよ。住宅展示場とか、中古車博とか、それからあー、地元のね、中小企業の個人事業主の経営者を集めた、まあそんな、 ショッピンンングセンターのイベントとかってあるんですよ。もしかしたら結婚式場の一つのアトラクションとして施術をする人それから占いをする人そういうのをね20年ぐらい招いて楽一楽座を開催してるかもしれません私は結構そういうところに行ってますんで地元のやつだけでもねだからあ,あこういうところに出ていけば出張型で出ていけばまずはお客様に体験していただけるし例えば特定の結婚式場で え何かねそういった出店を許可していただいたらそれが白になるんですよ例えば平安祭典で出店もしましたよっていうことを延々と歌えるんですよねそうするとそれがブランディングにもつながっていくと思いますですんでイオンのショッピングセンター内にこういった教室を設けてましたっていうことだけでも口コミの大きな力になると思いますね はい、その他です。専門性のアピールっていうのも一つの方法です。例えば、40代、50代、男性限定で、キックボックシングを教えてますよっていう、リファイトクラブっていうのが昨年ありまして、私はそこに参加してました。そうすると、やっぱりね、40代、50代の男性でもう一回やってみようと思う人だけが、堂々と来れるんですよ。これがね、20代とか30代がいるところに、ちょこんと50代って行きにくいんですよ。だから、あえて顧客,顧客をね、絞っていくっていう方法もあるんですよね。 それからこういうい方法もあります、えー、今回はサロンの出店の広告なんですけども、お知らせなんですけども、運動部経験者専門ですよと、中学、高校の時に野球部にいた方、柔道部にいた方、そういった方が50代になって体を痛めてる、運動部の経験を通じて、あなたを癒していきますみたいなね、アプローチ、それからオフィスワークをされてる方、専門で私は施術をしてますよ。 という形にする方法もあります。オフィスワークで体を痛めている方には、それなりの施術が必要なんですよってことでね、専門性を高めるために、あえて広げるんじゃなくて、顧客を絞っていくっていう方法です。専門性のアピールです。それからコンセプト型っていうね、ちょっと、あの、何ですかね、えー、秋葉系じゃないですけどもね。そういった、あメイドカフェみたいなやり方もあります。例えば、20代女性の施術ですよっていうふうなね、 例えば、こういったサロンを経営されていて、人を雇おうかなと思った時に一つのアイデアとして、施術をするのは20代の女性だけにしようって言って、20代の女性だけを採用するんですよ。そしたら、お客さんに対して、うちは20代の女性の施術しかやってませんよ、と。専門的に私がしっかりと教育してますんで、満足いただけるはずですってなると、20代の女性にね、やっぱこう揉まれたい男性が来るんじゃないかなっていう目論みです。 まあそこまで、ね、奇抜なことしなくても、昭和コンセプト型って言って、あの自分の施術する、ね、異質を昭和のキャラクターでずっと埋めておくっていうのも一つですよね、そしたら居心地がいいからまた来るみたいな、実は施術はおまけで、ここに来たいから来るみたいな、まあ、そんな、ね、マーケティングもなきにしもあらずですよね、はい、まだまだ発想はたくさんありますけども、今日はこのぐらいにしときましょう、長くなっちゃってすみません。それでは